とても大人気の家政婦志麻さんですけれども、このレシピを使って麹の調味料で作ってみたよっていうのをねやっていきたいと思います。手羽元のカレークリーム煮ということでですね、カレーを作っていきたいと思います。コンソメキューブはですね、玉ねぎ麹に変えてですね、今日はですね、こちらの志麻さんですね、とても大人気の家政婦志麻さんですけれども、このレシピを使って麹の調味料で作ってみたよっていうのをねやっていきたいと思います。すごいね、美味しいレシピあると思うんですけど、コンソメとかもね使ってるものとかも多かったりするので、これを麹の調味料に変えたらどんな感じになっていくかっていうのをねやっていきたいと思います。今回のレシピはですね、いろいろ考えたんですけども、じゃーん、こちらですね、手羽元のカレークリーム煮ということでですね、カレーを作っていきたいと思います。元々のレシピはですね、コンソメキューブとかが使われてるんですけど、コンソメキューブはですね、玉ねぎ麹に変えてですね、生クリームもですね、豆乳ヨーグルトに変えて、サラダ油も大白ごま油に変えてですね、塩コショウとかっていうところとかは塩麹に変えたりとか、あと小麦粉もね使われてるので米粉に変えていたりっていうようなことをして、美味しいレシピを作っていきたいと思います。楽しみにしていただければと思います。ではカレー作っていきます。鶏肉に塩コショウをして小麦粉を振る。玉ねぎは薄切り、人参は皮付きのまま輪切りですね。そしてニンニク皮付きのまま半分に割るということですね。鶏肉はですね、手羽元を買ってまいりました。手羽元はですね、10個買ってきました。はい、入れていきます。で、塩コショウの代わりにですね、黒麦の塩麹を使っていきたいと思います。こちらですね、はい、黒麦さん入れていきたいと思います。適当、はい、黒麦のね、塩麹はですね、かなりプロテアーゼが多いので、お肉柔らかくしてくれる効果があるので、先に入れておきたいと思います。で、小麦粉振ってくださいって書いてあるんですけど、小麦粉の部分ね、今日は米粉でやっていきたいと思います。こんな感じで、まんべんなくついたら OK かなって感じですね。はい、こんな感じで入れていきます。我が家は人参見たら食べない女子たちがいっぱいいますが、でちょっと薄めに切りたいと思います。はい、そしたらですね、フライパンに油を熱し、鶏肉を入れて強火で焼き付け、取り出して鍋に入れるということなのでやっていきたいと思います。鶏肉の方を焼いていきたいと思います。小麦粉の代わりね、パン粉でやりました。それを焼いていきます。先ほどの塩麹に米粉を入れました。はい、入れちゃいます。油はですね、大白ごま油を引きました。はい、これで焼いていこうと思います。はい、強火でね、焼き付けていきます。ほんと表面をね、カラッと焼いていくっていう感じですね。市販のカレー粉にはね、やっぱり小麦粉とかですね、あと糖質、糖類ですね、もういっぱい入ってるので、こんな感じでですね、小麦粉を米粉に変えたりとかすることでね、余計な小麦粉とかグルテンを取らなくて済むというところもね、いいところですよね。ちょっとパリパリしたらね、もう出していこうかなと思うので、このまま出していきますね。はい、もう一回ね、煮ていくので、この時に全部に火が入る必要はないので、はい、表面を焼いてね、ちょっと焦げ目がついたら揚げていきます。玉ねぎとニンニクと、そしてですね、人参も入れてちょっと炒めていきます。中火でね、炒めていきますね。
ではここにですねトマトピューレとカレー粉をちょっとね混ぜたものを入れていきます。別々に入れてもいいんですけど、粉太いので先にあえておくといいですよ。はい、ではここに白ワイン入れてくださいっていう風に書いてるんですけど、オレンジワインを入れていきたいと思います。100ミリです。この旨味をねしっかりカレーに入れるのがポイントという風に島さんは書かれてます。これを違う鍋ね、さっきのものね全部入れるっていう風に書かれてるんですけど、今日はこのねフライパンでやるのがいいよねって感じかなと思うので、今私はこのままフライパンでやっていこうと思います。そしたらここにですね先ほどの野菜たち全部戻していこうと思います。野菜を戻して、でお肉も戻していきます。ここにですねひたひたになるくらいの水を入れていきます。かけていこうと思います。はい、ではここにですねローレルとタイムですね、小さじ5分の1くらい入れていきます。これでもうちょっと煮込んでいきます。指で煮込んでいきます。美味しそうになりました。はい、ローレルとか抜いてですね味をつけていきたいと思います。本来はこのねもう煮てるこの野菜とかも全部こして滑らかなカレーにしなさいということなんですけども、ハードル高いっていうことでですね、このまま私は味をつけていきたいと思います。で玉ねぎ麹ときのこ麹を入れて味をつけていきたいと思います。コンソメの代わりにですね。完成しました、カレー。はい、こちらにちょっとだけ持ってきました。こしなさいって言われてたんですけど、こしたくないと思ったけどやっぱりこした方が美味しそうだということでこしました。ちょっとスープカレー風で、最後生クリームをね入れるところがあったんですけど、そこは豆乳ヨーグルトをちょっと入れて味を調整いたしました。で玉ねぎ麹は大さじ2杯、そしてきのこ麹は大さじ2杯かなはいぐらい入れてます。ということで食べていきたいと思います。いただきます。ご飯はもちろんですね麦の塩麹が入ったご飯でございます。いただきます。うん、美味しい。美味しいけどしょっぱい。ちょっとしょっぱいと家族にも今聞いてます。しょっぱいですか？しょっぱくない。しょっぱくないらしい。ちょっとしょっぱいよね。ちょっと玉ねぎ麹少ない方がいいかもしれないですおさじ1杯からやってみてください。うん、チキン柔らかい。チキン美味しい美味しいです。美味しいよね。美味しいと家族にも言っております、ね、人のレシピでねレシピを見ながら作るってことは私は全然してないので大変です。はい、レシピはこちらに載せておきますので、皆さんよかったら麹に変えてねやってみていただければと思います。小麦粉は米粉に変えたし、コンソメは玉ねぎ麹に変えたし、まあ、ちょっと出汁という意味でですねきのこ麹も入れるとコクが出るかなと思って変えてみました。ぜひ皆さんもやってみてくださいね。ということでですね、今日は大人気島さんの、はい、こちらのカレーを作っていきました。よかったらね皆さんやってみていただければと思います。こういう感じでですねレシピ本をこんな風に麹で変えたらこんな風になるよっていうのもやっていこうと思いますので、ぜひこちらのシリーズも楽しみにしていただければと思います。そうするとね普段見ているレシピをどうやって変える、麹の調味料に変えるかっていうですねご参考になるかなと思いますし、どうしてもねレシピ本もコンソメ入ってたりとか中華だし入ってたりとか、そういうものが入ってるものが結構あるので、せっかく作るならもったいないのでそこをね麹の調味料に変えることで美味しいし
元気になるし綺麗になるし家族もね元気になるよっていうものが作れますので、ぜひぜひ皆様もやってみていただければと思います。調味料の作り方は塩麹の作り方、塩麹の作り方、甘酒の作り方、きのこ麹もねあるし玉ねぎ麹も全部作り方載ってますので、ぜひ見ていただいて作ってみていただければと思います。ということで今日も最後までありがとうございました。初めて見た方はぜひよかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いできればと思います。麹に関するねレシピとかいろんなお話をさせていただいてますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。 YouTube 専用の LINE 公式がありますので、よかったらお友達になってください。こちらはですね、日本の調味料は実は麹から全てほとんどできてます。塩以外ですね。なんですけれども、今ねスーパーで売ってるものは麹の力を使ったものではないものが売っているというところがあるので、調味料を変えるだけでねもう一気に美味しくなりますので、ぜひぜひね音声受け取っていただいて、ぜひ調味料を変えるところからやってみていただければと思います。ということで今日もありがとうございました。今日も皆さん素敵な一日をお過ごしください。またお次の動画で毎日投稿するからね、はい、ぜひ見てくださいね。ではお次の動画でお会いしましょう。またね。